皆さん、おはようございまーす。上野貴子のハイク TV、今朝の一句をお届けいたします。おはようございます。えー、っと、えー、今朝の一句ではですね、松尾芭蕉のハイクをご紹介しております。芭蕉はですね、生涯に約あの、 クあまりのねクを残したと言われているんですけれども、そのうちから一クずつ毎朝ご紹介していきたいと思います。それでは今朝の一クです。今日は九万九千群樹の花見かな。今日は。 九万九千君主の花見かな。え、ちょっとですね、今日の五番目の句なんですけれども、えー、今日の句はですね、ちょっとわかりづらいかなと思うんですけれども、えー、まあ、解説してみますね。え、今日はというのは、まあ、今日、京都なんでしょうね。えー、京都では、九万 9,000もの訓樹というのがですね、えーまあ、昔の金文字で書かれておりますが群衆のことであろうと思うんですね。ですので京都では9万9,000もの群衆がお花見に集まっているようだものすごい人手であるよっていうように読んでいるんではないかと思います。 9万9,000というのは、まあ、あのものすごい群衆であるという大勢の人数という、えー、ことに、まあ、もののこう例えていうんですかねこうたくさんっていうことで、えー、例えられて書かれているのではないかなと思います。花見というぐらいですからもちろんあのお花見のことなんですよね。 えー、あと、えー、この句でですね、難しい言葉は、ま、今日はと始まっているのでの、今日、今日っていうね、えー、ことかなとも取れますが、えー、文字で説明すると、えー、普通のですね、漢字の、えー、京都の今日という字で始まっております。ですから、これは、今日の都のことだと思うんですね。 えー、こういう字ですね。今日。今の京えー、これですから、まあ、あのー、これは絶対京都のことですよね。それから、今日は9万9千くんということで、ひらがなで君んと、えー、歌ってるんですね。君 こうです、ね「君ゅうということで、えー、っとこれはですね下に、まあ、あのよくいろいろな本でねあの調べますといろ、えーまあ、んな注釈っていうんですかありますよね。古文なんかだとよく下にこう注釈がたくさん並んでますけれども。 えっと、私が調べている、まあ、場所のね、句集の中にもいろんな注釈が出ていて、えっ、ー、と、このひらがなの、くんじゆという、こちらはですね、こちらはですね、えっ、ー、と、じゅ、ここの、じゅ、 っていうのがちょっと難しいんですけれどもひらがなですとまああのー、えっ、ー、と四音っていうんですかこうちっちゃく各自だろうということなんですね。でえっ、ー、と「群衆たくさんの、えー、群樹群樹」群衆。 ということなんですね。くんじゆと書いてあるんですけれども、くんじゅということで、えー、群衆のことであろうというふうに、いろいろな、あのー、辞典とか、注釈とか、そういった解説本にたくさん載っております。こういうふうに、くんじゆとひらがなで書いてあるので、えー 群衆のことであろうということなんですね。えー、ですので、これは、えー、今日は9万9千というものの例えでたくさんのものすごい数の、えー、群衆というふうに捉えました、えー。花見がすっごくたくさんの花が咲いている というふうに、まあ、取れるかなとも思ったんですけれども、花見かなって言っているので、えー、お花見と言ったら必ず人がこう出かけていって花見をすることですので、えー、この句はですね、えー、多分その今日の都がお花見でものすごい人出であるよということを場所が読んでいるんだと思います。 1666年23歳の時に読まれているようですえそれでは最後にもう一度今朝の一句今日は9万9千君主の花見かな今日は9万9千君主の花見かな ショーの一句でした。それでは、さよならまた明日バイバーイ